フィンランド、ラハティにあるコンテナで構築された、集合住宅スコットランド、ダンディーにあるコンテナで構築された、オフィスコンテナハウスとは、主に会場コンテナを利用して建築された住居。内外層を改装した上で住居として使用したり、複数個積み重ねて、高い層化されることもある。日本で ISO 規格コンテナは、建築基準法に定められた、ジ規格の鉱材でないや、 外半に使用されるコルゲートに開口部を設けると強度が落ちることから使用されるコンテナは全て実規格コンテナとなっている。また、基本的に設置に関し建築基準法の適用を受けるため建築物としての許可申請が必要となる。重量物を輸送するため設計された構造物となり、剣道な鉄骨で作られた箱となるため非常に頑強であり、 海上輸送で使用されるため塩外に強く、長期間の使用に耐えうる特徴を持つ。英語ではこれら輸送コンテナで建設された建築物の総称としてから、カーゴテクチャー、またはアーキテナーとも呼ばれる。コンテナを組み合わせた、コンテナシティ1のガイオーズオランダのアムステルダムに建設された学生量輸送コンテナは、頑丈で耐久性がある上積み重ねて使用することが、 でき、切断や切削加工も可能であり、可動式のモジュール構造となる上、流通量が多く比較的安価であるため、多くの点で理想的な建築材料とされる。建築家や利用者は、コンテナを使用した地、オフィス、アパート、学校、寮、アーティストのスタジオ、避難所のほか、プールとしての利用も行われている。また、シェルターを構築する代わりに、建設現場や、 その他の場所に現状のまま輸送コンテナを設置することで一時的な避難場所としての提供も行われている。未来派であるアメリカ人作家スチュワート・ブランドは建築に関する進化をまとめた書ハウビルディングス・ラーンを上司する際必要となった全ての建材を組む場所として輸送用コンテナを工房として使用しておりその制作過程も辞書に記述されている。 2006年、南カリフォルニアの建築家である、ピーター・デ・マリアは、アメリカの建築基準法である、ユニフォームビルディングコードを準守し政府の認証を受けた、初となる2階建てのコンテナハウスを、レドンビーチに建設している。この初となる、コンテナハウスは、後のコンテナハウス建設を専門とする企業、ロジカル、ホームズ社の創設に、大きな影響を与えている。2007年、 ロジカルホームズは、ネバダ州ラスベガスで開催されたコンピューターの国際見本市のため、コンテナを使用した展示ブースとなるザエンゲアンの制作を行っている。アダム・カルキンらの建築家は廃棄されたコンテナを利用した自作の家の建設を行っている。2000年、アーバンスペースマネジメント社は、ロンドン、タワー・ハムレッツクの不団に、コンテナシティアイと呼ばれた建設プロジェクトを行っている。 2002年には ISO コンテナで制作された浄化層の稼働が開始されている。制作にコンテナを使用したことでその後のカスタマイズが容易となっている。MBA 学生であったブライアン・マッカーシーは2000年代メキシコへ経営視察に行った際、シューダー・アフアレスの貧困街を目の当たりにしており、これを契機にマッカーシーはマキラドーラ制度が起源する低所得者層向け住宅の 建設を行っている。IBM で使用される40フィートの移動式データセンター2006年、オランダの店舗ハウジング社はコンテナを1000人分の学生寮に転用した世界最大のコンテナ村をアムステルダムに建設している。この他、ビレッジアンダーグラウンド社は、ロンドンの小ッ地に非営利目的でのアーティスト向けワークスペースの建設を行っている。その後、 コンセプトの発展型として、アウロ・フォックスクロフト社が、ロンドン地下鉄の客車を建設されたコンテナハウスに追加するというアイデアを試みている。イギリスでは砂を詰めたコンテナを変電所の事故に対するバリケード目的として設置している。2013年10月、Google は自社が所有するコンテナを用いた橋景色のデータセンターとなる。 Google モジュラーデータセンターを建設しメディアの注目を集めている。アジア最大の公共市場であるキルギスタンのビシュケクにあるドルドイバザールゾラのコンテナは旧ソ連諸国の市場で屋台や倉庫として一般的に使用されている。ヨーロッパ最大となるコンテナ式ショッピングモールはウクライナのオデッサにある7トルマーケットとなる。69ヘクタール。 170エーカーの広さがあり、積み上げられたコンテナと、コンテナによって形成された路地によって構成される。非公式な名称として、トルチョクと呼ばれ、1万6000点の商店が入居する。中央アジア、キルギスのビシュケクにある、ドルドイバザールが、アジア最大となる公共市場として著名である。安価かつ大量の模造ブランド品で溢れており、 カザフスタンとロシアからの旅行者に人気がある場所となっている。2011年、ニュージーランドのクライストチャーチにあるキャシェルモールはカンタベリー地震で甚大な被害にあっており、この数ヶ月後コンテナを利用した店舗での再開を行っている。また、クライストチャーチ中心部でもコンテナによるショッピングモールリスタートが開設されている。 日本でも東日本大震災により壊滅的被害を受けた宮城県を鹿郡小長川町においてコンテナを利用した仮設商店街小長川コンテナ村商店街が開設されており2015年の移転まで使用されているドイツデュッセルドルフに設置された PCR 検査用コンテナ2020年4月宇都宮にあるコンテナ製造会社によって 移動式コンテナ診療所の販売が開始された。災害時や感染症対策目的としての利用が想定されており、受注から2週間で完成し現場までトレーラーによって運搬される。またコンテナは感染を防ぐため空気浄化装置を備えており、この完成した医療用コンテナを宇都宮市に対し寄贈している。同時期長崎で発生したクルーズ客船。 コスタアトランチカでの新型コロナウイルスの集団感染の拡大防止策としての使用が開始されている。東千葉メディカルセンターでは新型コロナウイルスの PCR 検査用に陰圧管理された空調機器を備えたコンテナ医療ユニットの設置が行われた。岩手県にある社会福祉法人再生会北上再生会病院でもオフグリッド型簡易陰圧 PCR 検査室の 導入が行われ運用が開始されている。岐阜県では発熱専用外来施設として駐車場にコンテナを設置しており、東京都三鷹市では PCR 検査センター敷地内に従事者用休憩室としての設置が行われている。世界各地でコロナウイルスに対する隔離病床としてコンテナハウスの製造が行われており、カナダでは連結拡張式の ICU としての 導入が行われている日本でも横浜市の企業が40フィートコンテナにキャノンメディカルシステムズ製のコンピュータ断層撮影を搭載した移動式コンテナの開発を行っている。2010年ドイツの建築家兼プロダクションデザイナーであるステファン・ビースはニューオーリンズで開催された音楽フェスティバルであるブードゥエクスペリエンスにて一般的なグランドスタンドの足場代わりとして 長さ40フィートのコンテナ6本を使用した展望デッキと VIP 用ラウンジエリアの制作を行っている。コンテナはまた年間を通じフェスティバルの資材保管庫としての役割も果たしている。上部に設けた2つのコンテナはそれぞれ9フィートの型も知識の量となっているほか2つのバルコニーが設けられバルコニーには2つのバーが併設されている。 各コンテナには、ブールという単語が刻まれた上で、開口部が設けられた。また、開口部自体が、イベントの看板としての機能を果たすため、バナーやポスターを作成する労力が削減されている。軍事訓練施設に設置されたコンテナ。爆破物処理訓練を行うアメリカ空軍兵1977年、アメリカ軍が20フィートのコンテナを使用した。 構造物の実現可能性に関するレポート、輸送用コンテナ構造システムを公表している。物資輸送に関し専用車両となる LVS が開発されており、そのまま地面に下ろすことで物資の貯蔵庫として使用され、冷凍コンテナとディーゼル発電機を併用した、冷凍冷蔵庫としての利用や、物気庫や弾薬庫としてだけでなく、住居や指令室などとしても利用され、 1991年の湾岸戦争ではコンテナが仮設シェルターとしての機能を果たしており、換気口を設けたコンテナを使用した捕虜の移送も行っている。コンテナは軍事用バリケードとしても利用され始めており、外部からのロケット弾攻撃などからコンテナを保護するため、側壁に土納を追加するなどの強化策が取られている。この他捕虜に対する 取調室や仮留置場としての使用も行われている。航空自衛隊では航空輸送も考慮した移動式手術ユニットとなる機動衛星ユニットが開発されており、陸上自衛隊では同様のシステムとして野外手術システムが開発され共に運用が行われている。平時には軍事訓練施設や障害物としても使用されるほか、 移動式の整備施設やレーダー施設としての利用も行われている。1987年11月23日、米国人の発明家であるフィリップ C ・クラークは、一つまたは複数の輸送用コンテナを建設現場での居住可能な建物に変換する手法とその製品として、米国で特許申請を行っており、1989年8月8日付で、 特許485万4094としての付与が行われている。特許文献には基本的な建築概念が記載されており、これは最も古くに記録された輸送用コンテナを用いた住宅やシェルター、建設アイデアとみなされている。しかし、発明家であるポール・ソーヤーズはそれ以前に制作された1985年の SF 映画、スペース、 レイジの中で使用された大規模なコンテナのセットについて著書の中で試験を述べている。手頃な価格の住宅としても販売が行われており、カリフォルニア州ではホームレス対策としての設置が進んでいる。日本各地でも住居として利用されており、佐賀県吉野ヶ里町では介護に関わる外国人技能実習生向け住宅として敷地内にコンテナを設置している。 長野市では子ども食堂を運営する NPO 法人の敷地内に食材保管庫として冷蔵コンテナの設置を行っている。企業などから多くの食材寄付を受けるが保管場所が必須となるための措置であった。台湾の高尾市でマーケットとして利用されるコンテナスターバックスではコンテナを利用した店舗を開設している。日本でも各所で飲食店としての採用が行われており、 平成30年台風第24号の影響で、桟橋が崩壊した浜松市三ヶ日町では、浜名湖遊覧船の三日ビセット港として、コンテナの設置を行い運行を再開しており、タイのバンコクでは自動車販売店として、コンテナが利用されている。2011年、ロンドンの小立地でコンテナを利用した、ポップアップ式のショッピングモールとなる、ボックスパークが開設し、 その後、ロンドン都市圏各所での開設も行われている。2016年には、韓国のソウルにポップアップ式のショッピングモールとなるコモングラウンドが開設している。熊本県益城町,町でもコンテナハウスを利用した商業拠点の整備を行い22店舗の入居が見込まれている。南淡路市でも道の駅、福良の傍らに複合施設としてコンテナの設置が行われている。このほか、 東京五輪で訪れた旅行者の宿泊先が不足している問題に対応するため、仮設ホテルとしての利用や民泊施設としての採用が行われている。全国各所にコンテナホテルが開設されており、これは大規模災害時における供給不足に対応するため、平時はホテルとして利用しながら備蓄することを目的としており、震災発生時には被災地に移動できる。 フーイズフリーホテルとなっている。日本国内では被災向け仮設住宅としての利用も行われている。構造が堅牢であることから長期間の使用に耐え、現場で組み立てる必要がないため従来のプレハブ広報よりも労働者の人口を必要としないため設置コストが低く、工場で組み上げてから被災地まで運搬される。従来の広報では用地の確保や資材不足、 職人不足などの問題も発生し、短期間で大量に建設することが難しく大きな課題となっているが、コンテナは工場から設置まで1週間と早く、設置は1日で完了するため入居も迅速となる。また、レンタルが可能であり、レンタル費は1個あたり2年間で300万円と他の仮設住宅に比べ格安であった。 不要になった場合の撤去もコンテナを移動させるだけあることから簡単である。撤去後は他の施設として再利用が可能であることから近年採用が進んでいる。国内では東日本大震災での被災地に対し宮城県、押鹿郡小長町で日本初となる3階建て構造としての設置が行われており、重機もユニット化されているため設置が容易であり、 プレハブに比べ機密性や断熱性に優れて折り壁が肉厚であるため、遮音性も高く、隣人の生活音が気にならないなど、プライバシー面でも非常に好評であった。使用後は合宿所や漁業で使用される番屋としての再利用が計画されている。平成30年7月豪雨では、岡山県倉敷市で50個が設置されており、従来のプレハブ工法よりも、 一月早く入居が行われている。令和2年7月豪雨では、熊本地域で住居としてだけでなく、臨時小学校としての採用も行われ、入居まで早く住環境が良かったことから同様に、好評を博している。従来の仮設住宅は、性能が向上する一方、建設費が高騰しており、東日本大震災では五万三千個の仮設住宅が建設されているが、 造成費を含め1個あたり約617万から730万円の費用がかかっており、国の設置基準である238万円を大幅に上回り、退去後に別途解体費用が必要となる事例も発生している。その後、設置基準が571万円にまで引き上げられているが、2018年の北海道、イブリ東部地震では、 仮設住宅を二重窓にするなど寒冷地仕様にしたため、1個あたり1200万円にまで費用が上がっている。しかし、同時期向川町に設置されたコンテナハウスの費用は約450万円に抑えられている。高知県では震災時に一般の賃貸住宅を借り上げるみなし仮設として利用できる住宅が少ないため、一般社団法人、 日本ムービングハウス協会とのコンテナ利用に関する協定を結んでいる。茨城県取手市でも台風による水害も踏まえた上で大規模災害時の利用に関し協定を結んでいる。なお、コンテナハウスの課題として現状供給能力が弱く製造業者45社が加盟する協会で震災発生から1月以内で供給できる個数が500個と限られているため、 平時から他の施設として利用する備蓄案を提案しており、全国6カ所に備蓄施設の構築も行っている。同協会は平時には利益を生むホテルなどの施設として利用し、震災時に貸し出す仕組みづくりを強化したいと語っている。このほか、令和元年東日本台風では、主要な被災地であった千葉県で被災者が飼っているペットが原因となり、 避難所での退避を断られるケースが発生しており、この問題に対応するため、長野市がペット専用となる空調付きコンテナの提供を行っている。神奈川県川崎市では、コロナ禍で災害が発生した場合の避難所、実証実験を行い、この結果から避難所の密集度が問題として浮き彫りになっており、この対策としてコンテナハウスの採用を検討している。 貧困地区の教育改善に使われている20フィートの教室アイルランドリメリックで展示されたコンテナアートコンストラクション X ドイツで発電所施設として利用されるコンテナ。ありがとうございます。